こんにちは、中西さんです。今日はね、日日草、夏花火を植え付けて満開にする5つの方法をね、5つの方法を伝えたいと思います。この日日草花言葉はね、楽しい思い出、友情、生涯の友情というね、花言葉がついています。特性はですね、開花期が長くて初心者でも非常に育てやすいやなんですね。特徴はね、2内3センチの可愛らしい、小さい花がね、たくさん咲きます。で、こんもりと仕上がる装置なんですね。また日本の高温多湿のね、環境でも育てやすく改良されています。それでは早速ね、植え付けをしていきたいと思います。花こっちを置いておきます。今日植え付けはこの鉢ですね。直径2センチの鉢ですね。はい、とても扱いやすい鉢ですね。まず定番のですね、ボラ土を入れます。ヒヨガの中粒なんですね。はい、水だけがいいのを入れるんですね。2杯ぐらいですね。こんな感じですね。そこが見えないぐらいでいいかと思います。そして、土を入れていきます。土は市販の培養土ですね。炭が入っています。とってもね、根腐れしにくいです。よく育ちます。はい、入りましたのでね。これにね、まず、元肥としてね、オルトランってあるんですよ。ごめんなさい。マグアンプってあるんですよ。間違えちゃった。はい。マグアンプ。元肥ですね。白い流状タイプです。こんな流状タイプですけどね。これパラパラパラって言いますね。一つかみで結構です。そして、虫とか病気とか来るんですよね。まだね。暑いですから。オルトラ。これをね、ちょっと指先でつまんでパラパラパラ。入れます。そして、混ぜ込んで植え付けます。これ混ぜ込んで植え付けます。ね、あらかた混ぜたらですね、先ほどの夏花火さんをですね、こんな可愛い花がたくさん咲くんですよね。これちょっと刺しておきますね。そして、根鉢から取りますね。こんな感じかな。まあまあですね。ここにね、虫とか病気とかいる可能性があるんですよね、この表面。表面だけは跳ねます。ね。表面をね、軽く跳ねる。そして下のね、これも軽く跳ねますね。ちょっともう、回りかけてますからね。回らないうちに取って。はい。で、真ん中にドーンと植え付けますね。真ん中にドーンと。ドーンと植え付けて、まっすぐ植え付けますね。そして土をね、入れていきます。はい。土は市販の培養土ですね。これですね。はい。鉢を回しながら入れていく。ね。回しながら入れていきます。あらかた入ったらですね、こういった棒状のものでつきます。なんでつくかというと、空洞ができないようにつくんですね。あらかたつきます。真ん中もつきますね。2周ぐらいついて。そして、この苗を決めます。ぐっと真ん中で。ね、決めて、少し持ってあげる。ね。根鉢が見えないように、根が見えないように持ってあげる。そして、鉢の真ん中、ごめんなさい。鉢の内側を押さえる。こう、ウォータースペースなんですよね。まあ、こんな感じですかね。はい。これでですね、植えましたので、まずね、鉢を軽く拭きます。さーっとね。土を拭いたら、まずね、消毒をやります。虫病気がよく来ますからね、やっぱりね。虫病気の予防ですね。全体的に消毒をやります。
そして皆さんはですね、水をたっぷりあげてください。根元に優しく水をやります。ね。鉢の底から水が流れ出るぐらいたっぷりあげてください。そしたらね、植え付けの完了ということになります。で、引き継ぎね、満開にする5つの方法を伝えます。まず1つ目何かというと、栽培環境なんですね。日当たりと風通しの良い場所で育ててください。病気の原因となる泥はねを下げるためね、高い場所や吊り橋等でね、添えたらいいかなというふうに思います。私はこうスタンド鉢してますけどね。こういうものでも結構かと思います。二つ目、水やりです。用土の表面が乾いたらね、たっぷりやります。で、春から梅雨までと9月中旬以降はね、用土が乾きにくくなるんですよね。ですから加湿にね、注意が必要ですね。水のやりすぎも注意です。三つ目、肥料です。濃度が高い肥料はね、根が傷むんですよね。ですから、肥料は少なめ、薄めにあげてください。で、元肥もね、少なめにします。で、薄めの液体肥料と少なめの緩効性肥料をね、併用して育ててください。四つ目、病気対策。加湿にするとね、灰色カビ病などの病気が出やすいんでね、注意が必要かと思います。五つ目、害虫対策。5月から11月、肥料が多すぎたり、風通しが悪いとアブラムシが発生するんですよね。対策を申し上げますね。肥料を少なめにして風通しを良くします。そしたらね、害虫からこの花を守れます。以上5つのことをね、守っていただければ満開間違いなしなんで、ぜひね、育ててほしいなというふうに思います。今日はね、日日草夏花火を植え付けました。花探しさんと一緒にね、満開の花を探せましょう。最後になりましたがね、いつもコメントごとありがとうございます。本当感謝感謝感謝なんですね。チャンネル登録し、また視聴して、花探しさんを応援しましょう。もう画面中央に私の似顔絵が出てますから、ピッとね、クリックするだけです。右側のベルのマークも押してください。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次の動画でまたお会いしましょう。